はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日もですね、顔なしでいきたいと思いますね。そうだね。はい、今日紹介するのはこちらですね。スターウォーズコンバージです。はい、これはですね、以前紹介しましたこちらのスターウォーズコンバージの1弾に続く第2弾ですね。はい、ダース・ベイダーとストームトルパー、それとヨーダとアルツディツがいましたね。はい。で、今回のラインナップはダースモールとクローントルーパーとジャンゴフェットと C3PO、うん、この4体ですね、うん、はい、じゃあそれぞれ開けていきましょうか、うん、まずはダースモールからいきますね。あ、またこんな風にバラバラに入っておりますね、うん、じゃあエイシン君これちょっと作っててくれるかな。はい、はい、美味しいガム付きだね、うん、エイシン君ガム食べててください。はい、はい、次、クローントルーパー、これも開けましょう、はい、開けましょうよ、だって開きましゅよ、開きましゅ、開きましゅ。あ、体は完成しちゃってるんだ。そうだね、クロントルーパーはこれ手つけるだけだ。あ、そうだね、これ簡単だね。そう、はい、続いていきますよ、どんどんいきますよ。ジャンゴフェット、パパは結構好きなキャラクターだね、うん、ボバフェットに続いて好きだな、ジャンゴフェットね。おお、いいね、かっこよさそう。おお、はい、じゃあこれも組み立てますよ。お、銃2つ入ってる、うん、いいね。はい、最後に C3PO ですね。ちゃんと足が銀になってるね、片足ね、うん、よし、開きましょう。はい、おお、お、これ完成品だ。それでは袋から出して組み立てていきましょうか。うん、はい、それでは組み立ててみました。エイシン君も手伝ってくれたね。はい、こちらがですね、今回のスターウォーズコンバージの、トータルで5番目になりますね、うん、ダースモールです。なかなかいいね、うん、うん、素晴らしい。ただね、これね、ちょっとね、上がね、取れやすい。そうだ、うん、足がね、まあ、そっか、いいのか、これだってさ、オビワンに切られちゃったじゃん、こう、ほら、ああ、そういうこと、だからこれ取りやすいの。そういうこと。そんなのなんか悲しいね。ちなみにダースモールの左腕は動きません、無可動ですね。右腕は、うわ、動きません、残念、動かない。顔も動かない。あ、そうだね、ダースモールはもう基本的に固定だね、うんうん、でもなかなかいいですね。角もとんがってるし、いいよ。 そうですね、うん、そしてこちらがクローントルーパーですね、うん、クローントルーパーすごいいいね、うんうん、パパはね、ストームトルーパーよりクローントルーパーの方が好きだから。ちなみにストームトルーパーと比較してみますと、ちょっとあれだね、ストームトルーパーの方が顔がでかいね、うん、体の形はほぼ一緒なのにね、うん、あと持ってる銃もクローントルーパーの方が長いね。そうだね、長くてかっこいいっす、うん、やっぱクローントルーパーだよ、うん、そしてジャンゴフェット。そうだね、ジャンゴフェットかっこいいな、うん、これこのシリーズさ、続いてさ、ボバフェットも出てきてほしい、うん、本当にパパボバフェット好きだからさ、うん、塗装がね、ちゃんと銀なのがいいね、うんうん、このベルトのあたりもすごく細かく造形されてて、すごくいい感じです。そうだよね、うん、ジャンゴはちょっともう一個欲しいぐらいだな。そして最後に8番の C3PO ですね、うん、これも手は動き、あ、右手だけちょっと動いたかな、ちょっとだけ動きますね、うん、おう、Hello, I am C-3PO, Human Cyborg Operations. そのわざとらしい笑い方はやめてください。R2 を一緒に並べるとこんな感じですね。ちょっと R2 の方がデブっちゃってるからさ、なんかちょっと合わない感じするけど、まあでもこのコンビが揃ったのはいいですね。はい。はい、ということで今回は食玩のスターウォーズコンバージ、これをですね、4つ買ってきましたね、うん、今のところ全部揃ってるので、今後出てきたらですね、またこれを買ってですね、必ず揃えたいと思いますね、うん、それと先日発売されましたこちらの SH フィギュアスのルーク、うん、これもですね、すでに買っておりますので、またですね、動画撮りたいと思います、スターウォーズね、うんうん、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。